工場と正は、日本の映像作家、写真家、小説家。株式会社ブロッサムレポート代表取締役社長。大阪芸術大学で映像制作を学ぶ。同大学大学院で助手を務めていた2002年に、映画監督で、同大学教授だった中島さだおとの会話の中で、自身の作品の企画を披露したことがきっかけで、大阪芸術大学と KBS 京都、 三テレビ、テレビ神奈川の三岳連携のテレビドラマ、二戸夏恋も仕事も王、の企画が生まれ、同作品の監督を務める。二戸夏以降も、三岳共同ドラマとして、シリーズ化され、北条は、第四作、お宝デイズまでの監督を務める。第二作、ひなの魂では、2005年5月25日発売の、小説版の執筆も手掛けた。年、 映像制作、編集プロダクションの株式会社ブロスサムレポートを設立。2010年からボーカロイドを用いた作品をネット上で発表しているクリエイターらを取材した地上派初のボーカロイド専門番組の企画として始まったボカロレボリューションに制作委員会代表幹事として携わる。また、同時期以降、 写真家としてネットでダンスの動画を発表する少女たちを取材する機会が増える。ボカロレボリューションについては企画が始まった当時の北条はネットの創作文化には明るくなく翌2011年1月に放送されたテレビ番組では各局のコンセンサスを取ったり外回り営業などを担当したが次第にネット上で活躍する人々に強い関心を 抱くようになり、ボーカロレボリューション制作委員会の企画として、ボーカロイドで音楽作品を発表する女子高校生を主人公にした小説、背景、あなたはボーカロイドを知っていますかを執筆し、2012年5月19日に発売した。2014には、元気り者の雑誌、月刊フォトテクニックデジタル3月号より、全国美少女アンギャの連載を開始。 翌2015年3月に DVD 全国美少女アンディア SNS で見つからないオフラインの少女たちをリリースした小説写真集ありがとうございます